フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第6戦 NHK 杯第1日、27日、大阪、東和薬品ラクタブドーム。男子ショートプログラム SP でシニア1年目の佐藤駿、富士コーポレーションは 72.04 点をマークした。冒頭に4回転、3回転の連続トーループを予定したが、後半が1回転となるミス。続く4回転ルッツも着氷が乱れて、バランスを崩し、手をついてしまった。個人的に調子良かったんですけど、力が入りすぎてしまったと悔やんだ。3本目のトリプルアクセル、3回転半はしっかりと決めた。今月上旬の東日本選手権では、ライバルの鍵山優真、星差国際高横浜に競り勝って優勝し、自力を示した。巻き返しを図るフリーへ、自分のマックスの演技ができるように頑張りたいと力を込めた。